雰囲気が変わった。油断するな。ずぶ濡れになってまで釣り場なんか。余計なことを言うな、ロ。だってよ。何？どうした？いや、なんでもない。さあ、釣り場どっかな。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。手に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。やどうだ、蹴りやってやら。ヤマタロウ抜けてろ。決めて。どう止め。重装ライバル。みんな、まだ行けそうか。ああ、問題ないぞ。え？どうした？こんなところに、ここに何があるっていうの？たまたまなのか、意味があるのか、調べてみればはっきりするさ。一休みしないか。
で返す。見せるやめだ。ここで光って仕留める。するぞライバル。いたか。鍛えた甲斐があったな。ラブロンは狙いましょう。すまねえ。楽をさせてもらった。おお、少しばかり変わった輩がいるな。こたびも刺激的な旅であった。やれやれ、うん、よっしゃ、うんうん、よし、俺はやるぜ、アルフェ。やるぜって、服を受け取るだけだろ。いやいや、町一番の美人、お近づきになってみせる。見てくれよ、こんなに動物が増えたぜ。まさかローに飼育の才能があるとはな。やっぱ波長が合うんだね。照れるぜ。ロー、もう少し言われたことの意味を考えた方がいいぞ。ここまでは無事に着けたな。あ、は？そう。ロウ。すまない。あら。ありがとう。用は済んだよね、アルフ。あ、ああ、危ないところだった。
っ、うわっ、ん、ありがとう。アルフェ、少し寄り道させてくれないか。構わないが、どうしたんだ。この辺りに幻の花ってやつがあるらしくてさ、ちょっとでいいんだ、探させてほしいんだ。花？分かったよ、じゃあ探してみよう。炎の剣は無事か。濡れたくらいじゃ問題ないわよ。風に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。やあ、うん、はあ、やったな。おい、やれやれ。ん、そんな遠くには行ってないと思うけど。つっても外にはツーグルがいるしな。急ごうぜ。
までは無事に着けたな。あの牛じゃない？ズーグルに囲まれてる。やいやい、アブ君をいじめるんじゃねえ。邪魔をするな。立たせ。外さないわ。そのまま攻撃頼むぜ。打線に入ると危ないわよ。あっちを止める。試練滅天章。化石切り。よっしゃ。おい、おい、なあ。やれやれ。あ、動物たちがローの出発を見守ってるよ。あいつらくらいだぜ、俺をそんなに慕ってくれるのは。相思相愛だね。二度と来るんじゃねえぞ。ここなら煮炊きできそうだな。
夜の寝が心地いいな。シオン、少しいいか。朝食は期待してるわよ。先を急ぐわよ。風に乗ってひとっ飛び。だったらよかったのに。ああ、敵の気配はないな。誰かが助けを求めているんじゃないか。うん。おや？
さて、ほう、無事に着けたな。雰囲気が変わった。油断するな。一休みしないか。しっかり休んで明日に備えよう。これよ。キサラ、少し話をしたい。この前のことを考えていた。理由がどうであれ、ティオハリムはメナンシアをダナとレナが共存する形に変えてくれた。だが私は誰もがそれを歓迎して当然だと思い込んで、誇るばかりで踏み固める努力を怠ったんだ。こんな私にまだ理想を追う資格はあると思うか。俺がどう思うかは関係ない。答えはもう出ているんじゃないのか。少しばかり虫が良すぎるんじゃないかという気がしてな。一度も間違えない奴なんていない。肝心なのはその後どう動くかだ。キサラは自分で気づいたじゃないか。そうだな。私はもう目をそらさない。誰も失わないために最善を尽くす。それにあの人のティオハリムの背中を叩く人間も必要だ。二人も後ろを向いていたら目も当てられないからな。そうなったら俺たちが背中を叩くさ。それにしてもキサラの生き方がミキューダを手本にしているなら
彼は本当に立派な男だったんだな。なんだ、まだ納得していなかったのか。最初からそう言っているのに。なんなら今日も兄さんのことを話してもいいぞ。それはまたの機会にとっておくよ。洗濯物を畳んだら私も休むよ。忘れ物はないか？陰鬱な場所だな。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。関わらない方が。とどめはいただくで。
けていられるか。曲げろ。総発イレス。総発イレス。俺の真骨だ。傷を治すわ。総発イレス。緑の見せるぞ。緊張ではないからだ。任せたまえ。切り開く。炎症。連携だったな。援護局といったところか。総発イレス。総発イレス。炎を呼び戻そう。傷を治すわ。無駄だぜ。すべて受け止めてやろう。傷を治すわ。治癒の実力を総発イレス。火の精霊術よ、バーンストライク。見せると氷の槍よ、生命の色が上がった。これはフリーズランカー。幽霊術よ、そういう援護だ。行け、やれるぞ。動きを止める。息の根止める。火の精霊術よ、任せたまえ。総発イレス、絡めとる。凍てつく氷の槍よ、気をつけろ。尋常ではない力だ。負けるものか。ヒール、ありがてえ。彼女の総発イレス。総発イレス。受け止められない。総発イレス。どうぞ手伝え。バラバラにしてやる。今だ。行くわよ。総発イレス。巻き込め。これは効くぜ。我らに聖なる覚悟だ。フォローだ。まだよ。ユーリーさん、今のけ。この国は忘れてたい。では一石儲けてもらおうか。バカさん、考えておきよ。総発イレス。総発イレス。とどめ。悪いわね、手間を取る。何持つ、戻れば。そうね、そう思ったのか。総発イレス。火球は必要。総発イレス。ファーストイン。任せてくれ。これは無用だ。探索してる。総発イレス。ヤマタノリ。炎よ、お前ら巻き込め。火球の必要。どうかボール。こっちこっち。力がみなぎってくる。目的地に着いたわよ。なるほど。承知した。
なんかいろいろ集まったけどよ。やっぱ静かにしたまえ。声だ。え？チリジリになった異物たちがささやくのだ。共に会いたい、一つになりたいと。へえ、リンウェルも聞こえるのか？聞こえるわけないでしょ。異物には興味あるけど、さすがにそれは。でもお前、時々精霊力がうんたらって誰かと喋ってねえか？私ってデュオハリムと同じなの？並べてみると各々の魅力が際立つな。この流線形にあの幾何学模様、波の感性ではない。完全に世界に入っているな。アルフェンも武器のことになるとこんな感じだよな。えっ、俺もデュオハリムと同じ？あ、なんかみんな静かになっちまったな。この開口、偶然とは思えんな。開口ってなんだ？出会いってこと。大げさだよね。待っている人はいないか？何にでも首をつ、どうした？あ、おお、わあ、感謝する。あまり感心できませんよ。安受けはいない。最後のやり取り。今のニズは悲哀を拭えないで。レナの席を持つ私が手を差し伸べる。フルだ。フル。え？ほう。うん。当人が決めたことだ。きっと仲間以上にご婦人が大事だったんだ。しかし
これでご婦人も気力が戻ると良いのだが。デダイムがフクロウを飼っていたなんて、本当に昔はいい人だったのかもね。人は変わっていくものさ。必ずしも良い結果になるとは限らないが。今回は良い結果になりましたね。ああ。